今日は気温がぐーんと下がってきて、夏も終わったなぁという感じを受けていますね。サンルーム内の台風20号だったか21号で、屋根のポリカが剥がれたところはまだ修理に来てもらってないんですが、気温が下がってくると、まあ11月初旬までにはここ直してもらわないといけないですね。頼んではいるんですが、そちらのカーポートの張り替え素材がなかなか入手できないとかで遅れているんですがね。サンルーム内で2番目に開花結実したこの株の手前に置いてある口径30センチメートルの陶水ポット上のムサドワーフナンワーのカットバック苗なんですが、この前撮影して葉身矮小化が始まって、まあこれは顕著ですよね。これに比べたらこんなに小さいですからね。そうしてその次出てきたのがこの顕著な葉身矮小と比べても小さいですから、これは出来するなぁと思っていたんですが、まあこれが止め葉か止め全葉か人の見方によって違うと思うんですが、ここ見ますとつぼみがここから上がって出てきますから、これは極めて花茎高あるいは草丈が低いカットバック苗で、そうしてこういう口径30センチメートルという一般的にはバナナの開花結実には小さすぎる容器栽培で、10月中の出来ということになりますね。まあこの破損したポリカーボネートの修復が終わればですね、なんとかサンルーム内でも開花結実が進行するとは思うんです。外でしたらねちょっと無理なんですが、まあもうちょっと中の方の寒さの影響、まあこの扉の開け閉めで寒さの影響を受けない中央の方に後で持っていこうと思ってるんですがね。まあこのような小さい姿、コンパクトサイズである程度の収穫量を確保できるなら、まあ今後ですね、さらに研究を重ねてカットバック苗で三尺バナナやムサドワーフナンワーの通常サイズですねに比べたら、もっともっとというか随分とコンパクトなサイズでなんとかかんとか
結実、収穫まで持っていける、カットバック時期の、まあ、確率を高めるような決定法ですね。それをはっきりさせて、そうして口径30cmから35cmまでの不織布ポット、ルートラップポットなどで一般家庭のバナナ栽培愛好家の楽しみとして、このようなとてもコンパクトなサイズでの出来開花結実を楽しんで、ある程度は食べられると、味覚は変わらないと思うんですが、この場合の問題は収穫量なんですよね。家計が細い状態で出来するということは、この幅の中をですね、つぼみが上がってくるわけですから、大きなつぼみがつくわけはありませんから、その辺はこれはまあちょっと私としては満足できない収穫になると思うんですがね。これをそうですね、例えばこれ、ここで小株3本が出て、まあこれが今残っている1本なんですが、こういうものをある程度早めにですね、親から切り離して親だけにしておいて、まあ地中水芽が多少生成されるというのは別にして、地上小株がなしの状態で親株が口径30センチないし35センチの範囲内である程度のゆとりを持って養親矮小化、そしてそれに続く出来をできるような形にしてあげれば、この家計ももっと太めにですねできるように思いますので、その研究も続けたいと思っていますね。まあこれらは来年出来すると言っても、来年のプラス成長の後、どれぐらい後かは今言えませんが、後になりますから、そちらの出来確認間近の家計よりももっと太い家計の状態で出来するようにはできると思いますので、今後の課題は家計をもっとたくましくした状態でのコンパクト栽培の出来開花結実ということになりますね。まあ私にとっても今後の課題です。